はいどうもブラッドです。7月21日日曜日、今日のエンゼルスやっていきましょう。はい、まず昨日もお伝えしましたが、トラウトより詳細なスケジュールが出てきましたので紹介します。まず明日からアリゾナで実践的なバッティング練習をして、そして現地23日、なので今から3日後ですね、からTriple Aでのリハビリを始める予定です。そして早ければその2日後の25日、ホームでアスレチック戦があるんですが、もうここでトラウトが復帰する可能性があります。トラウトは4月の終わりに離脱しましたんで、予定通りここで復帰できれば丸々3ヶ月離脱してたってことになるんですね。いやー、長かったけどもうすぐです。チーム状況依然厳しいですけど、そういうの関係なく、僕はトラウトがラインナップに入って打席に立ってるっていうのを見るのがもう嬉しいんで、このまま予定通りに復帰して、そしてもう一番最後までロースターに留まってくれることを願ってます。続いてはレンヒーフォについてですが、昨日ね、こちらも軽い打撃練習と守備練習したと言いましたが、今日になってコメントが出てきました。調子は良い、ティーバッティングでよりアグレッシブなスイングをしていき、打撃を強化する予定だと話しています。こっちはまだ復帰スケジュール出てないんですが、とにかくトラウト、レンヒーホっていうと、もう今年の成績で言えば、うちのツートップなんでね。このチーム最強打者2人がラインナップに帰ってくれば、きっと得点力も上がるんで、もう早くね、2人が並んでるところ見たいです。続いて、昨日試合中にスライダーを投げた時に肘を痛めたと、違和感が出たと言っていたキャニングですが、今日フィールド上でキャッチボールなどを行って、問題ないと話してます。いやー、よかった。もしこれでまたサンドバルみたいに手術になって来年いないってなると本当に先発いないんで、そうはならなくて本当によかったですし、あとキャニングはね、もう残りのシーズン、まず今季ちょっと復調の兆しに見せてほしいですね。続いてシャニュエルが今日の試合走塁中にふくらはぎを痛めて交代しました。ただ試合後、ウォッシュ監督は問題ない、さらに悪化しないように念のため変えただけだと話しています。いや、これも良かったです。退いた時は結構僕も心配だったんですけど、明日の試合にも出られる可能性あるっていうことも出てたんで、とりあえず問題なさそうです。続いてですが、ジョン・ヘイマン記者によると、ジョニー・クエトとエンゼルスはマイナー契約を結んだそうです。クエトはレッズやジャイアンツで主に活躍しまして、もう現在38歳。投球モーション中、足を上げたままフラフラしたり、なかなかバッターに投げずにタイミングを外そうとする姿、覚えている方も多いかもしれません。で、今季は開幕して4月にレンジャーズとマイナー契約結んだんですが、7月にリリースされていました。で、その中でTriple Aで8先発したんですが、防御率は 5.92。まあ、エンゼルスにとってこのクエト加入っていうのは、当然ね、補強っていうよりかは、今エンゼルス先発陣怪我出たりで、タイラー・アンダーソンも放出するかもしれないっていう中で、こっから後半戦若いピッチャーをたくさん先発で起用しなきゃいけないっていう状況になりそうなので、そういう彼らの負担をちょっとでも軽減するため、肩を守るために、このクエトをマイナーに置いとこうとしたんじゃないかなと思います。まあ、このクエトにとってはどんな状況であれ、投げる機会があるっていうのはチャンスですからね。もし来年も現役を続けようっていうんだったら、なおさらエンゼルスのために頑張っても欲しいですし、せっかくね、こうやってエンゼルスに来たからには、クエト自身のためにも頑張って残りのシーズンでいい成績残してほしいなと思います。そして今日の試合もアスレチックス相手に完敗、2対8で後半戦連敗スタートとなってしまいました。今日メジャー2度目の先発だったコハノミッツですが、また初回失点してしまいましたね。1回の裏、ルッカーにスリーラン。まあ、打たれた球難しいボールだと思ったんですけどね、うまく打たれてしまいました。そして4回にもヒットやフォアボールが重なって4失点。まだメジャー初勝利は早いぞと、メジャーの洗礼を浴びてしまいました。まあ、前回の登板後も本人言ってましたけど、まずコマンドですね。かなりストライクボールはっきりしてるんで、全体的に相手バッターを抑えるの大変そうでした。で、打線も打てませんね。まあ、3回に1点返した時はアデルが大活躍で、フォアボールで出て盗塁して、で、バッター振り逃げで1塁にキャッチャーが投げる隙を見て3塁に進塁して、で、それでレンドンが犠牲フライ。
なのでノーヒットで1点上げててすごく良かったんですけど、ただ今日はチャンスで1本出ませんでしたね。まあ6回の1点はネトのタイムリーツーベースあったんですが、それ以外は出ず、お相手は1イニングで3点4点としっかりチャンスを生かしたんですけど、こっちはそれができませんでしたね。レンドンは犠牲フライで1打点、もう OPS も600切っちゃいましたし、もっと頑張ってほしいですね。出塁も長打も。でシャネルは2打数ノーヒットで、途中からファーストに入ったドリューリーは1打数ノーヒットですがフォアボール1つで、ウォードは3-0ですがフォアボール1つ。ウォードは OPS700 切りそうですからね、600台のウォード見たくないです。でカルフーンはツーベース1本で、昨日お休みだったオハッピーは今日5番キャッチャーで4打数の1アンダーで、ネトはタイムリーツーベースが1本で、モニアックは2打数ノーヒットで、途中代打で出たピラーは2打数ノーヒットで、アデルは2安打でフォアボール1つで、ギオーメはヒット1本。コハノイッツは4回投げてヒット7本で7失点、フォアボールは3つ、三振4つ。まあさっき言った通り、もう彼はコマンドですね。まだ先発のチャンスあると思うんで、次こそはメジャー初勝利あげてほしいです。で前回同様、コハノイッツの後を継いだのがローゼンバーグ。前回は結構点取られましたが、今日は4回1失点と好投してくれたんで、こういう働きをぜひ今後も続けてほしいですね。さあそして明日、エンゼルスにとっては最後のオークランドでの試合となります。来年から3年間はアスレチックスの本拠地サクラメントに移りますんで、なんとかね明日いい試合をしてオークランドの最後を飾ってほしいなと思います。で先発エンゼルスはカーソン・フルマーで、お相手ジョイ・エステス。まあ、前回マリナーズ戦 4.2 回投げて1安打も許さなかった素晴らしいフルマー、明日も好投してぜひもうこのまま来年も再来年もエンゼルスの先発ローテを担っちゃってください。そしてエステス、前回マダックスやられてますからね、もう何度も何度も同じ相手にいい投球されてばっかじゃ困ります。なんとか明日はリベンジ果たしてほしい。まず後半戦1勝目指して頑張れエンゼルス。はい、ということで今回の動画は以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴーエンゼルス、さよなら、バイバイ。